仙台市営モノレール南西線。仙台市営モノレール南西線は、かつて、宮城県仙台市の東西交通軸構想の一部を構成した、同市青葉区桜家丘公園、西公園から、大白区や儀山を経由し、大白区、モニワ台に至るモノレール等新交通システムの新設構想。1987年、昭和62年11月に公式発表され、 1991年、平成3年3月に事業化を公式に断念した。しかし、同構想の西公園や議山間は、仙台市地下鉄東西線、2015年12月6日、開業に受け継がれる形になった。なお、仙台市交通局は当時、仙台市営地下鉄を使用していたため本構想の名称があるが、2007年、平成19年頃に、 同局のそれは仙台市地下鉄に改称されたため、名称に整合性がなくなっている。1972年、昭和47年に仙台市交通計画委員会から答申された7路線の地下鉄網、参照は再編され、南北軸は1981年、昭和56年3月23日、千円広域都市計画都市高速鉄道第1号。 仙台七下鉄南北線、八乙女駅、富沢駅、L イコール 13.6km として、都市計画決定し、着工した、1987年7月15日、開通。東西軸については1979年、昭和54年8月の仙台都市圏交通計画懇話会で初めて公式提案され、1980年、 昭和55年の千石線連続立体交差事業、推進協議会において、地下化される千石線の、歌唱仙台駅、現、青葉通り駅から西側に向かって広瀬川手前の西公園まで、千石線直通運転の地下鉄東西線、L イコール約 1.2km、現行同盟路線とは異なるを建設する構想を立てた。翌1981年、 昭和56年には、市も、道路線の整備方針を固め、1984年度、昭和59年度から、調査、検討が始まった。1984年、昭和59年7月27日、国鉄、現、JR 東日本線籍線の、歌唱仙台駅、現、青葉通り駅から東側に向かって、 福田町駅までの L イコール7730メートルが、千円広域都市計画都市高速鉄道第2号 JR 仙石線として、都市計画決定して着工し、地下鉄南北線仙台駅と地下で接続する、仮称仙台駅、現、青葉通り駅から在来線と接続する、仙台東口駅、現、仙石仙台駅を経て、陸前エバルの町駅を過ぎるまでが、 地下新線、仙台トンネル、陸間エイバルの町駅より先は、高架等によって建設されることになった。1995年度、完成見込みだったが、実際には2000年3月11日開通。西公園により、西側は、貸し段給や丘陵地帯が広がっているため地下鉄、最急勾配35パーミルまで許可での建設を断念し、 建設省の補助事業として1985年度、昭和60年度から4年にわたり、南西部及び北西部へのモノレール等、新交通システム、最急勾配60パーミルまで許可を導入するための調査を実施した。1985年度、昭和60年度と、翌年度の調査により、モノレール南西線の原案がなし、1987年、 昭和62年11月に公表された。それは、西公園から南西に向かい、仙台市八木山動物公園付近を経て、仙台市の新住宅市街地開発事業によって造成された、荻和大団地に至る路線、イコール1 1 8トル、12駅だった。広瀬川や流行峡谷を渡ること、青葉山丘陵を急勾配で上り下りする必要があること、 建設費の削減などからモノレールが有力となったため、そう呼ばれる。モノレール及び新交通システムは道路の付属物として、道路管理者、本事業は指導上に建設されるため、仙台市が道路整備事業の一環として建設することになっているため、モノレール南西線が高架で通る予定の川内規律線や山田も庭線などの都市計画道路も合わせて、 計画、検討された。1988年、昭和63年6月には、沿線住民を中心に、都市モノレール等南西線建設即規制同盟会が設立された。一方、1988年度、昭和63年度には、北西線の調査が実施された。西公園を起点とし、延伸が決まったばかりの地下鉄南北線。 泉中央駅までの環状ルートなどが、検討されたが、大量輸送機関を導入することは、難しいとのことで、自然消滅していった。モノレール南西線ではさらに、当初の生端の駅であった、モニワた駅から北に向かい、西木が丘、1985年造成開始を経由して、千山線愛子駅まで、約5キロメートルの延伸構想が生まれた。これは、 1八十七年、昭和六十二年十一月一日に、両地区が含まれる宮城町が仙台市に合併される、際のバーターであり、1八十九年、平成元年四月一日の政令指定都市移行後の愛子副都心構想とも連動したのであった。計画、構想が公表される一方で、と川内規律線が川内キャンパス。 1957年取得など、学内を通過する予定の東北大学が難色を示していた。そのため、と川内規立線の建設が前提である、モノレール南西線構想は進まず、士官部からは、大学さえ了承してくれれば、指導とモノレールはすぐにも着工できる。との発言もあった。1991年、平成3年3月、 地下鉄東西線と JR 船籍線との相互、直通運転に対する JR 側負担分の資金調達及びモノレール南西線、地下鉄東西線の再産性の双方に困難があるとして、石井通仙台市長、当時が市の構想分の断念を発表した。代わって再産に困難があるとされ頓挫していた、六町の目、新交通システム構想と連動した。 八木山駅六町の名駅間の東西交通軸を検討すと発表した。すると、仙台市都心部においては、青葉通の地下を通して仙台駅に至り、東口側に出たら高架で宮城の通り、1990年前線、共用開始を通る形をとり、その他の区間は計画中あるいは整備中のいくつかの都市計画道路を高架で通る路線が検討された。また、 長期的な将来構想としては、萌庭台団地から仙台港に至る路線とした。萌庭台から愛子駅までの将来構想はここで失われることになるが、そもそもモノレール南西線が仙山線と比べて仙台駅までの所要時間短縮につながらず、運賃もより高い見込みであったこと、仙台市への編入合併により、旧宮城町内の全駅が、 特定特殊内になって、運賃的なメリットがあったこと、1984年、昭和59年より、仙山線仙台駅、愛子駅間、単線、営業キロ、15.2km に、区間列車が設定されたことで、同区間で利用できる、普通列車平日本数が、1982年、昭和57年には上り10本、下り10本、仙台駅発、終電、 21時18分だのが、1991年、平成3年には、上り44本、下り42本、仙台駅発、終電、23時52分と急増していたこと、2015年時点では、上り54本、下り51本、仙台駅発、終電、24時2分、所要時間、18から32分、運賃、320円、 都心部に直結する自動車専用道路の国道四十八号、仙台西道路が、愛子盆地に延長された形の愛子バイパスが九百九十年、平成二年三月に供用開始されたことなども、あ、構想復活には至らなかった。その一方、構想消滅から約一年後の九百九十二年、平成四年四月には、宮城県、山形県、仙台市、山形市、 JR 東日本東北地域本社、当時の5社により、沈山線輸送強化期は迎えが発足し、10月には、第1回、沈山線機能強化研究会の会合が開かれるなど、同地での公共交通政策の焦点は沈山線に移り、複線化を含めた改善策が話し合われた。1992年、平成4年6月、東北大学は、 と川内規立船の学内通貨の受け入れ拒否を正式に市に伝えた。このため、1995年度、平成7年度事業着手に向けて進めてきた、と川内規立船を呼び、新通システム東西線は、川内から八木山までの区間において頓挫することになった。状況打破のため、と川内規立船の新ルートが検討されていた、最中の1993年、 平成5年7月3日、今度は東西交通軸構想を牽引してきた石井がゼネコン汚職事件で逮捕されてしまった。同年8月22日に新市長に就任した藤井はじむはこのような中でも構想を進めた。1994年平成6年、東北大学は都川内起立線及び新交通システムの新ルートによる学内通貨を受け入れた。 また、1995年、平成7年9月27日には、今後の協議内容も含めて文書化し、市に提出した。同年度から、市は、新しい重量軌道輸送システムである、リニア地下鉄、最急勾配60パーミルまで許可での検討も開始。1996年、平成8年には、市長が東西線の事業化に向けて検討すると明かした。年、 平成12年3月、道路新設を伴わなくてもよく、モノレール並みに急勾配を上り下りできる、リニア地下鉄を導入機種とすること、及び、ルートを決定。2005年、平成17年7月31日、新、地下鉄東西線が争点となった、市長線において、建設推進を公約とした、梅原勝彦が当選。同年8月10日に、 千円広域都市計画都市高速鉄道第4号、仙台市地下鉄東西線、八木山動物公園駅、荒駅、L イコール 13.9km として、都市計画決定して着工した、2015年12月6日、開通。結果的に、モノレール南西線は、未成線となった。また、都川内規律線、三環状12放射状線の、 内環状線の一部区間を構成は新地下鉄東西線新設の前提ではなくなったものの、同線の竜の口橋梁が鉄道道路併用橋として建設され、二層構造の上層に通す予定となっている。構想されたものであり、駅名は仮称である。構想を俯瞰するため、駅のおおよその位置も示した。八木山から茂庭台までは大白区内、 他は、青区内。西公園駅、から、青葉山駅、八木山駅、から日和台駅、茂庭台駅,森和台駅、当初計画での最終駅、愛子駅、将来延伸構想。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。